ブラックホール、それは、すべてを飲み込んでしまう、最強の力。一度入ってしまったら、光の速さでも抜け出すことはできない。そう、たとえ破壊不能オブジェクトだろうとも、抜け出すことは、できない。前回のあらすじ、バイバインによって増殖し続けるマリサクローン。それを止めるためにマリサクローンを用いて、核爆発を起こしてマリサクローンを全滅させる作戦を実行したのだが、マリサクローンを圧縮させる資材がないということで、作戦は失敗。そして天才フラン博士は次の作戦を思いついた。それが、マリサクローンが分裂した時に発生するエネルギーを用いてブラックホールを作るということだった。この作戦は、果たして成功するのであろうか？ふふふ、お前ら準備はできてるか？ああ、いつでもいいぜ。うん、私も大丈夫だよ。では行くぞ、フラン博士よ、ブラックホールクッキング。さあさあ、私にはさっぱりわからなかったけど、ブラックホールってどうやって作るのさ。いい質問だ、霊夢よ。ブラックホールってのはな、実はいろんなもんから作ることが理論的には可能なんだぞ。へえ、そうなんだ。ああ、例えばこの今私たちがいる世界を使ってブラックホールを作ることが可能なんだぞ。え、そうなの？ああ、地球の8倍の大きさのこの世界を、野球ボールくらいの大きさに圧縮できればな。絶対無理に決まってんでしょ。まあ理論では、って話だからな。そういうこった。簡単に言うとな、物質の半径を、シュワルツシルト半径よりも小さく圧縮すればいいだけなんだぞ。え、そんな単純なことでできちゃうの？さっきの地球の例え聞いてよくそのセリフ言えたな。マリサの言う通り、普通に考えたら身近な物体でブラックホールを作るなんて無理なこった。ちなみにシュワルツシルト半径は、C2 乗分の、2mg、で求めることができるぞ。M は当然質量、そして G は万有引力定数、C は光の速度だぞ。仮に半径1センチの物体でブラックホールを作ろうとした場合、質量となってくる重さは、670億兆トンだぞ。もはやわけわかんないんですけど。確かに億兆トンって意味わかんないよな。まあ要するに 67×10 の21乗ってことだな。つまりだ、ブラックホールを作るには半径の割に重さがアホみたいに大きすぎなきゃダメなんだ。それじゃあ、またできないからって実験失敗なの？いや、今回はマリサブラックホールを作り出すことは可能だ。なぜならマリサクローンは凄まじく増殖するからな。式に起こしてみると、ある時点のマリサクローンの半径と質量は、こんな式で求めることができるんだぞ。そして、シュワルツシルト半径の式に起こすとこんな感じ。ここまではわかるか？さっぱりわかんないね。だろうな、ウプ主も理解できてないからな。つまり、シュワルツシルト半径は質量に比例し、質量は半径の3乗に比例するから、シュワルツシルト半径はマリサクローンの半径の3乗に比例する、というわけなんだ。もはや意味わかんないんですけど。要するに、マリサクローンが増えてくのを待ってれば必然的にブラックホールが発生するってことなんだぞ。え、そんな簡単なことだったの？それで、ブラックホールが完成するまでの時間はどうなんだ？ああ、それも計算してみるぞ。ブラックホールが発生するまでの時間は、この式で求められる。いろんな数値を代入してみると。約11時間後だな。すごい、すごいよこれ。11時間も待ってれば、ブラックホールが完成しちゃうんだね。ああ、ブラックホールには勝てるやつなんているわけがない。これで破壊不能オブジェクトのマリサクローンも全滅できるぞ。なあ、一つ質問いいか？ああ、いいぞ。マリサクローンがこの世界を埋め尽くす時間って、何時間だっけ？ 4 時間とちょっと。余裕で世界滅亡してんじゃねえか。これってまたダメってことだよね？11時間も私たちに残されてないもんな。ああ、これは本格的に困ったぞ。物理的損傷、圧縮による爆発、引力エネルギー、考えられうる力を試してみたが、破壊不能オブジェクトと世界のバランスを考えると無理だ。じゃあ、この世界はもう、マリサクローンに埋め尽くされるのを待つしかないの？ああ、そういうことになるぞ。ああ、終わった。もう、この世界はダメみたいだ。自分によって世界が滅亡するなんて、なんか嫌だ。そういえば、フラン博士っていろんなもんを発明してたよな？ああ、ドラッショーに教えてもらっていろんな発明品を作ってるぞ。でも残念ながら破壊不能オブジェクトを破壊するもんはないんだよな。いや、破壊できなくてもいいんだ。例えば、物体に不思議な光を当てて小さくするもんとかってあるか？ああ、それならスモールライトがあるぞ。え、マジで？フラン博士スモールライト持ってんの？ああ、これぐらいは普通だろ。すごいよ、これなら世界救えんじゃん。え、そうなのか？ああ、そうだな。物体を強制的に小さくできんなら、ブラックホールを強制的に、そんなことしなくても、マリサクローン自体をちっちゃくしちゃえばいいんだよ。
だってさ、この世界の空気ってパッと見何もないように見えるけど、実は窒素と酸素で充満してるんだよ。ただ、窒素と酸素みたいな原子はちっちゃすぎるから目には見えないし、軽すぎるから重さも全く感じない。それに、マリサクローンの大きさを水素やヘリウム並みに小さくすれば、この世界の引力よりも浮力が大きくなるから、世界の体積以上に増えたら宇宙に放出できちゃうもんね。だから、この世界がマリサクローンによって埋め尽くされて滅亡することはなくなるね。なるほど、その手があったか。確かに、マリサクローンを原子にしてしまえば平気な気がしてきたぞ。でもそれって、この世界の空気のバランスの大半がそのうちマリサクローンになるってことだよな。それでもマリサは平気なのか？ああ、これはもうしょうがないことだ。それに、そんだけでこの世界の滅亡を防げるんなら安いもんだぜ。うん、じゃあ決まりだね。あそこにいるマリサクローン全体を原子レベルの大きさにして、一件落着っと。ああ、これで世界にまた平和が戻るな。なんか私、すがすがしい気分になってきたぞ。悪かったな、私たちのヘマが原因だったのに。そうだね、泥棒しちゃってごめんなさい。いや、もういいんだ。私は自分の発明で世界を救えて今、すごい嬉しいんだから。ほんと、フラン博士、ありがとう。ああ、ありがとうだぜ。じゃあ私はあいつら一匹残さず小さくしてくるぞ。うん、任せた。こうして世界に平和がもたされた、と思われたのだが、この世界は急速な環境問題を迎えることとなる。なぜならマリサクローンは呼吸をする。なので、瞬く間に大気中の酸素量の減少、それにより引き起こされるのが、世界酸欠現象。また、大気中の二酸化炭素量の増加に伴い、地球温暖化の急速な進行。こんな問題に直面するなんて、この時の私たちは、知る由もなかったのだ。動画のご視聴、ありがとうございます。チャンネル登録をすると、光ナの新着動画が見やすくなりますので、ぜひともチャンネル登録をお願いします。スマートフォンやタブレット端末でご覧の方は、動画の下にある登録ボタンから、パソコンでご覧の方は、この登録ボタンをクリックすると、チャンネル登録ができますので、ぜひともよろしくお願いします。では、光ナの他の動画で会いましょう。しただけ。